家アメコスです。アコムいきます。よろしくお願いします。先日あの小松さんの動画に出ました。そこであの僕がお得意じゃんけんに参加しまして、14万円ぐらいかな使わせていただいて、すごい楽しい回だったんですけど、実は僕その時全然お金がなくてアメコスの経費使いました。はいはい。まあそうだね、なんかさ強がってたよ。まあ強がってたっていうか、この間はさ長倉さんの人が借金20万で振り上げられてたんだけど、まあ、実は僕も借金30万円ありまして、借金30万円あるっていうのがちょっと恥ずかしくて、なのでさアメコスから経費を借りてきました。でまあ最初のオープニングの時、思わずお金持ってんのって時に持ってますって言っちゃいました。言っちゃったよな。一回言っちゃったらもう下がれなくなっちゃったよ。チームのお金がなくなったと。でみんなないよね。いやマジでないね。そうだからそこはちょっとまずいなっていうところで、悪夢にお金を借りに行くと。ありがとうございます。なってます。俺らさ、まあ、16万人だけどさ、うん、例えば俺の顔がバイオレンスでさ広告つかないとかさ、よろずの発言がセンシティブすぎてさ広告つかないとかさ、いろんな理由でさ、なんかなかなかお金が入ってこないね。小本さんの動画でも言ったんだけど、こいつって顔がまあ佐口健太郎系かな、まあ塩顔系って言われるね。塩顔系違ってまあ結構かっこいいとは僕らは思ってるんですけど、 AI がなかなかそれを認めてくれなくてですね、そこまで追いつかないんだ。うん、こいつのニキビの動画を上げた時に一回その広告がつかなくて、原因何かなって思ったら性的な描写って書かれてたんですよ。一回こいつの顔を性的な描写として AI に認知されまして、俺の予想だけど多分ニキビがいっぱいあったから無数の乳首で激エロチャンネルになってたなと思った。分かんないけど。いや俺もなんかさ、アナリティクス見て部分的にどこが性的でしたみたいな見れるの、うん、そしたら15分間になってるから、多分俺が映ってた。お前の顔やな。え、じゃあ俺気のせいかわかんないけどさ、最近こういう人を性的に見てんだよ。無理。え、俺性的に見ちゃってる。あ、ごめん、じゃあ言い直そう。 AI とお前だわ、性的に見てたの。だから俺は激エロチャンネルだと思ってる。いや、ほんとにマジで。ありがとうね。激エロチャンネルだと思ってる。今このグラさんもモザイクみたいです。あ、そうなの。見えないエロさみたいな。小本さんの動画出て思ったのは、皆さんにも伝えたいんですけど、僕たちその発言があんまり小本さんっぽくないんですよ。動画中でも結構もたそれ使えないよっていうようなあれがありまして、ソータの顔をねちょっといじった時に、整形してないのにダウンタイム中ですかって聞かれたって話をした。そうだね。腫れひどいもん。晴れとか言う。僕たちも結構発言気をつけて言ったよな、当日な。夜ずとかもだって耐えたもん。俺がさ、このダウンタイム中ですかって話した時にさ、思わず出そうになってたよな。何をってしたの。肌ケロイドみたいだね。ダメ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 。いや、それはお前なんかそのデッドプールみたいとか言ってたよ。危ないよ。危ないっていうのがあって、結構発言気をつけたんですけど、でもまあそれでも結構めっちゃ楽しい撮影だったよな。ゆうたくんとかが飲み物いるって言ってさ、お茶買ってきてくれたりとかさ、しかもそのあれよ、お茶買いに行くって言ってもさ、真っ青な全身タイツ着て自ら自動販売機に行ってくれる。いや、その初心忘れべからずみたいな言葉あるけど、ちょっとは忘れてほしかった。小物だったらもうちょいおごり高ぶったおごり高ぶってほしかった。そうだよな。足つけすぎなのよ。だって俺らがあのランクに行ったらさ、もうなんかこんぐらいの目見るやん。てかまず底辺と絡まないんだよ。そんな、いやそうよ、こんな優しい企画組まない。組まないっていうか、あれ俺言えるあれ今日あれダウンタイム中だよ。なんて言うやめとけよ。いつも俺らスタバ来てんのよ。別になんかコモドットの動画だからおしゃれしてるとかじゃない。ああ、じゃない。僕たち毎朝ブレイクファーストはあれスタバに来るんで。あ、そうそうそう、朝食ね。そうそうそう。でまあ、今日はここから悪夢に行くんですけど、はいはいはい、まあ、その道中小本さんと会ったこととかね話したらいいなと思うんでね。いや、めっちゃ楽しみだね。めっちゃ楽しみよ。悪夢行ったことあるの。俺はない。悪夢ないんだ、うん、あれだもん、楽しみすぎて寝れなかったもん。あ、本当に。そう、俺なんかワクワクしちゃってね、前日から。いや、そうなんよ。今回のね、悪夢旅行っていうかまあ日帰りなんですけどね。今度時間あるときはさ、普通に1泊2日とかさできたらいいよ、うん、2泊3日いいね。消費者金融食べ歩きしようや。いや、最高やな。すごいな。行きますか。もう行こう。はい、行きたいわ。高速でね、目的地に向かいます。はい、高速乗る前ってめっちゃワクワクするよな。マジで俺もなんかね、で今ね、40分くらい車回したんだけど、めっちゃ話が盛り上がりまして。何これ、やっぱ楽しみなんやな。変に羨ましいなってなるよ。なるな。あいつ試験受けてるはずだ。俺はアコム行ってるでしょ。あいつオンラインアコムだからね。一人でしょ。うん、あいつは。いや、あの一人でアコム行っても楽しいんだけど、みんなで行ったら絶対楽しいから。一人ディズニーみたいなもんだから、ね、そうそうそう。楽しいけど、まあ、みんなで食う飯うまいしな。ポリティジー基本的にね、50キロまで行きますから。いけないいけない。20キロ、20以下って書いてある。それがね、なんで20キロかっていうと、柔道が来ちゃうんですよね。ああ、優しい。これ50キロなんだ。来ました。50キロ、50キロ。ああ、危ない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 。ぶつかってるぶつかってる。危ない。50キロちょうどいい。いや、ちょうどよくない。危なかったよ。ぶつかってたね、今。こう来て、ここに乗っから。ぶつかってるやん、それは。50キロ。これがやっぱ渋滞なんだ、コツっすね。
俺ら夏休みさ、結構 YouTube ばっかでさ、あんま夏っぽいことできてなかったから。そうね。なんかやっと初めて夏っぽいことできる。そうそうそう。行きのさ、車とかでさ、今度曲流したいけどさ、動画だと流せないじゃん。本当はそのさ、初めてのアコムって行きたいな、ね、本当は。うんうんうん、そうみたいな。初めてのエアコンムーン。イエーイ。パパパ。イエーイ。いるけどお前。怖すぎ、怖すぎ。いるけどその盛り上がったカサカサするやつ。でみんな危ない危ないお前。ちょっとピリッとする。ピリッとするやつあるけど。そろそろエビナつきます。マジ。ました。一旦エビナ休憩しようや。そうやな。俺も早くアコム行きたいってなってるけど。ちょっとこのじらされてる。そう、じらされてるのが逆に楽しいみたいな。みんなアコム行くんだな、これ。アコム側だ。アコム側してたらいい。アコム過ぎて止まれねえな、どうしよう。エビナ到着ということで、ね、ちょっとお腹すいたんで、ご飯でも買いに行って、飯食いましょう。今、普通にテンション上がるよな。うまいもの横丁なんか買ってな。ちょっと俺、多めに買うわ。まあ、今、金ないけど、これからアコム行くわけだし。実質無料みたいなとこある？あるあるある。はいはい。食べ放題。食べ放題だって、カレー借りるんだ。よっしゃ。行きましょう。はい、どうぞ。肉巻きおにぎりの元祖焼肉味、450円。はい、一番人気の商品って何ですか？肉巻き元祖。元祖ですか？はい、ですよね。え、早くない？じゃあどれがいいかなって、吟味してる時間が楽しいから。あ、そうか。でも目当たりしたらもうちょっともういい。あったら、まあ、無料だから。バイキング全部見た後とかやんないもん。あ、そうか。コーヒーの後最初からこれ取ってくる。お待たせ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ちょっとエッチですね。はい、ありがとうございます。俺言われちゃった。一口肉まん一つと黒ごままんの全部一口サイズ一つずつ。焼き小籠包4個入り。はい、600円いただきます。はい。俺今日アコムでさ、10万借りようと思ってたんだけどさ、10万600円でできる？できんじゃん。できる？わかんないけど。できます？アコム知らない。アコム知らなくはない。ここで一番高いのってどれですか？一番高いのだと、テリマヨとか。ちょっとテリマヨ一つじゃん。手袋ご利用になります？それってお金かかります？1枚5円になって。あ、じゃあお願いします。金かかるから。ん？金かかるから。でいっぱい使った方がいいかなと。え、じゃあ今の5円しなかったらどうだ？買わない。金使いたいじゃん。そうそう。やっぱそう、わかるわ。あ、でーし。これいくら？金じゃ買えないもの。じゃあいらないわ。いらない。カレー買えないって。いらないかも。はい。これあれ、たこ焼き？アコムおごってくれた。マジ？あいつめっちゃ太っ腹。チャンピオンなんか欲しいの言って、俺アコム行くから。何でも出すわ。ネギ塩レタレいいっすか？ネギ塩うまだね。レジ袋は？レジ袋いくらでしょ？1枚5円。お金かかる？はい。あ、じゃあお願いします。お前も欲しい。逆になんか使えるなら使った方がいい。使った方がいい。後でだってもらえんだ。はい、チャビー。あ、俺のおごりじゃない、アトムのおごりだ。後で受付のお姉さんにお礼言っといて。お前ら俺の紹介だけど。先輩だもん。さ、お前がその俺にも5000円入るからって言って紹介してきたのめっちゃきついな。はい、ということで買ってきました。めっちゃ買ったね。普段こんなサービスエリアで絶対買わないけど。買わないね。めっちゃ買ってノンアルしか売ってなかったんだけどね。ちょっと旅行なんでね、飲んじゃおうか。朝に飲んじゃいながら。じゃあ俺らの初アコム、初めてのアコムに乾杯。はい、もう触れないことができた。降りるとやっちゃうから。じゃあ食おうぜ。よし。全部無料ってのがすごいな。すごいな。俺あんま見たことないわ、その今まで。これでしょ？一口シューマイだっけ？一口。いいよ。はい。あ、もう。俺もこれね、一口肉も。一口だけあげるか。はい。俺もいる？ないな。一口だけもらおう。一口。一口いい。一口肉も。いる？一口いる？これが一枚。はい。なくなったよ。だから。一口あげただけだ。それでなんか言うのはちょっと。男いないし。お金があるってさ、余裕がある。余裕だから。余裕があるってことだから。人間としてやっぱなんかたくましいよ。お。なごめんごめん。え、これはあのお金で解決できない。初めてこれはお金で解決できない。ヨルゾを倒すための攻撃みたいな。小籠包何成功法や。小籠包みたいな。小籠包3本大丈夫。顔だけ。大丈夫。絶対身入っちゃいけないぞ。すいません、なんかお金どうこうじゃない部分だから。そうだね。そう、ごめんなさい。ごめんなさい。これもめっちゃうまそうじゃない。じゃあこれ食レポしてみよう。どうせ旅行だし。いきまーす。うわ、30日間金味 0% の味がする。うわうまマジで、うん、そんな俺味見たことないよ。え、俺もちつまきおにぎりちょっと食べたい。ちつまきって言っちゃった。例えばチンボだし。
嫌だし、かかった肉巻き一番嫌だし。ふって言ったよ。おいいよ、食べて。本当に横でいいや、そこへ。違う違う、不器用すぎない。いや、不器用すぎる。違う違う、これが嫌だ。お前、ついてんの。お前のこれついてる。絶対経由すんだから出すとき。食えなくて。食べて。これはいや、うまいなぁ。肉巻きおにぎりマジうまい。え、めっちゃうまいの。これうまい。あ、おいしい。チャーミー食べなよ。いや、お前、韓国舐めすぎだろ、お前。ダメでしょ。じゃあお前なんだっけ、親の話。いや、うちの親、子供の免疫力を上げるために一回できた料理を一回床に落としてから皿に盛り付けるそうだよね、地面に落として盛り付けるんだもんな。なんか合ってんだで、いいんでしょ、それが。これいじめとかじゃないですかね。これマジでこいつんちの教育方針に逆らうことできないから。3年間帰ってない実家の味する実家の味なんだ、床の味だよ実家なんか食べる小籠包。うわ、いっぱい。あんま買いすぎてるから、捨てればいいか。 SDGs 起こる。 SDGs 側が食べていい。これ確かなもんね。いや、なんか俺が悪いのかな、ゴミと一緒に入れてたのが。いや、俺こっちだと思っちゃった。あ、いや、違う違う違う、食べていいじゃん。あ、いいよ。あ、本当に食べるんだ。あ、待って、ちょっと受けなかった。私が買ってくるわ。違う違う違う、正しい用途が。冗談でいいんだよ。一口で食べるって用途守れなかったからそう、これ一口小籠包ってやつだから。あ、そう、午後の紅茶を午前飲んじゃう。そうそう、そういうの結構ストイックに来てるから。別に悪いことじゃないんだけど。ごめん一口肉まんだけど、別に一口で食べてください、絶対とかじゃない。噛みついてるよ。噛みついて炊き出した方がいい。おこ、え、おこ、そう、熱いよ、熱いよ、絶対熱いよ。お母さんめっちゃこれやってくれそう。めっちゃくちゃ。行こうか、じゃあ。行きますか。はい。引き続き悪夢へ向かっていこうと思います。はい。はい、行きましょう。行きましょう。いや、遠かったわ。フェイク、アコム、アイクって3つ。日本アルプスって言われてる。あ、そうなの。日本アルプスって言われてる。消費者金融界の日本アルプス。そう、これ3つ揃ってる。本当にすごい。あ、そうなの。でもまあリゾート地みたいな。いや、ダンスがどこ行っても楽しめる。写真撮影もしたいし、うん、チェキも撮りたいんで、思い出いっぱいつけたいよ。いや、そうそうそう、このちゃんとこのままの顔を届けたい。届けたい。一回ちょっとそこら撮ろうぞ。はい、チーズ。やっちゃうか。せーの。なあ、なあ。どう？いい感じ。いい感じ。しゃあ。マジで青春じゃん。あくまありきの青春だからな。22歳でこんなことできると思ってなかったから。これ単体撮ってほしい。あ、単体撮ってほしい。インスタグラマー。検証。顔はめるからお願い。はめろ。じゃあ、じゃあ。じゃあ、全部とか入ってる。V。こっちっぽいけど。顔ないから別にそれ。でもジリジリになっちゃって見てなくていいよ、それ見えてないから。別にキクルに会いに来たから浜裕次郎みたいな顔なんすよ。自己満足はしてない。え、ダメだ。アコムの前にチェキ持ってきてるから。そうだね、ちょっとチェキで撮ってくる。チェキもお願いします。バンザーイ。いいねー、やったぜ。消費者金融デビューだ。おー、うわすげー、消費者金融所取るんだ。やべ、止まんねえよ消費者金融止まんねえやべえ。消費者金融に行かせていただいたそのコムドットさんに本当に感謝してます。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいつも山本さんとかにもね、お子さんの電話していただいたりとか相談してくれたりとかあるんだけど、それだけじゃなくてこうやって悪夢に行く体験を、経験をさせてもらえるっていうのか。小本さんに会ってなかったらこういう体験二度とできなかった。できなかったね。貴重な機会を巡ってくださり本当にありがとうございます。実は、今履いてるこの靴、ゆうたくんが最後おどりじゃんけんで買ってくれたルイ・ヴィトンのスニーカーです。いや、かっこいい。マジかっこいい。やばくない？すごいな。いや、これやばいでしょ。いや、すごいな、それ。いや、そうなんや。これをさ、普通にあげられちゃうゆうたくん、マジでやばいし、かっこよすぎる。16万16万16万やばくない？
通訳していただいてマジで嬉しい、本当ありがとうございます。まあ、ついでに紹介しちゃうと、これこの間買ったんですけど、これが6万円。おお、6万円いい、いいですね。リーバイスのあのヴィンテージクローズっていう、まあ、ちょっといいやつです。かっこいいかも、うん、で、これがあのこの間のお得意じゃんけんで買ったプラダのキーチェーン、うん、7万くらいかな、7万、6万、16万ってことで、まあ、29万円かな。29万円見つけて、うん、で、あのこれが120万なんで、うん、149万円です。アゴメ行きましょう。はい、いや、アゴメ行きましょう。じゃあまず120万売ってから、絶対売ったら解決。これは絶対売っちゃいけない。売っちゃいけない。ネタでもメルカリとか出しちゃいけない。分かる。俺でも分かるんだけど、それ以外に言えない。来る人って後がない人だから、それ全部売って本当のお金がない人が借りてくる。俺実家が太いだけだから。実家は太いらしい、うん、実家太くてまだあるだけだよ。自分は金がないから。でもお前が実家太いのさ、3億円事件犯人だから。その3億円事件で、まあ、2ヶ月事件なんですけど、まあ、3億円を警官が奪ったみたいな、偽の警官が奪ったみたいな事件なんですけど、うん、その人の犯人の顔が俺の親戚に似すぎてて、あの僕の親戚一回逮捕されたんです。俺の親戚、その3億円事件で犯人に顔が似すぎてるってだけで、いや逮捕されて、まあ一応釈放されたんですけど、まあ、未だ未解決事件で捕まってないんですよ。なんで太いんだろうってずっと考えてた。ああ、まあ、そうです。地主ってよくわかんない。よくわかんない。お金で持ってたら怪しまれるから、土地に返還したんじゃないかなと思って。そうよな。もしかしたら3億円事件の犯人の末裔かもしれない。そう、でも時効で終わってる。時効で終わってるから責めないだけとして、仮に本当に犯人だとしても、あのアンチコメントやめてください。3億円事件は時効になりましたってお願いします。俺が悪くない。仮に犯人だとしても、その末裔が悪文字金かれんだ。そうそう、やっぱり血は争えんな。血は争えんな。まあでも普通に悪文みんな楽しみになるから。まあね、行こう。気持ちが大事だよ。おう、とりあえず行こうや。行こう、行きましょう。はい、行こうぜ。なんかできたっぽいな。なんと、取れました。お待たせいたしました。これよりカードを発行いたします。お受け取りください。ひどーよろしければ。はい、ということで1時間ちょいくらい経ったのかな。めちゃめちゃ長い間審査をしていて、まあ、終わったらしいので、ちょっと出てきてもらいましょう。ほんとだ。お疲れ様です。お疲れです。そうか。やばい、やばいね。やばい、マジで楽しかったりとか感動した時に、言葉出ない。で、あの一応俺とよろず何回かさ、ちょっとちょっかいとか見に行かせてもらった時は、うん、あと全く笑ってなかった。ああ、てかそのさ、本当に好きな歌手の推しとかライブってさ、うん、笑うとかそういうんじゃない、うん、あーもうなんかもう見ちゃう、こうなっちゃうみたいな。職業なんて。職業は YouTuber って言いました。おー、いけた。マジ？はい。では、コムドットファンだったんじゃない？普通に女性だったんで。はい、あ、女性だったんじゃあ、コムドットファン。ってことは、コムドットファン。傷ついてるモンドムヨーとコムドットファンされてる。で、多分、それ見たんじゃないの？はい、撮れましたね、普通に。いや、すごい、おめでとう。いや、ありがとうございます。今回ね、僕の借りれる金額は、30万円です。おぉ !30 万円です。ガチや。一応ね、15万円で出したんですけど、 YouTuber こいつ伸びるだろうと思われたか分かんないですけど、2倍の30万円で頼みました。すげえ。で、俺クレカめっちゃ滞納してる割にさ、あんま情報共有できてないんで。ダメだぞ、俺30万出したの。元来30万絶対言っちゃいけない。よくないよ。アコムさん、ありがとうございます。アコムさん、いや、まるまる返せました、これで。はい、言ってみてください。僕ね、あのオンラインで、まあ、ある程度のところまでは進めてて、はいはい、まだそこから完了してないんで。オープンキャンパスでめっちゃ行ったんだよ。そう、そこまではちゃんと勉強したんで。超えます。はい、1です。50。あ、目標50。目標50で、目標50で、はい、行きます。じゃあね、ありがとうございます。マジでが終わったらしくてですね。秒だったね。一瞬だったの。その全然違だったね。そうだ。あ、お疲れ様です。すごい、お疲れ様です。すげえ早かった。お疲れ様です。ありがとうございます。
楽しすぎて、途中がもう涙出そうになる。おお、感動とかの。いや、わかるわかる。いや、わかるよ。ユニバとか行ったことある？ハリウッドドリームザライドに乗ってる感覚とほぼ一緒。はいはいはい、まあ見たことある。乗り切った、うわーみたいな。いや、まあ、本当は友達と行きたい。友達と一緒にワイワイ行くところではあるんだけど、まあ一人でもまあ。インターネットでほぼほぼ契約が進んでたらしくて、すぐ何の疑いもなくポンって出てきて、なんで僕審査通ってました。あー、おめでとうございます。いや、早すぎて落ちたわと思ったわ。意味が分かる。いや、落ちるわけないからね。学歴もあるし、うん、まあ、これが勢いある YouTuber だから、正直アコムぐらいで落ちるわけないのに。で、まあ、気になる限度額なんですけども、はい、僕のアコム最大ご利用可能額は30万円です。おー、いやー、だから俺ら YouTube が見計られたことだな。アメコズとして見られてる。見られてるな。すげえ、お前だね。頭上がったです。尊敬してる。このままいけばお前も30。いや、そう、なんならお前バイトしてるからさ、30超えないとおかしい。そうそう、いや、行ってください。はい、よろしくお願いします。いや、楽しんで。ちょっとまあ、よろずがね、今楽しんでると思うんで、うん、まあ、楽しんでる瞬間をね、ちょっとチキに押されようかなと。はいはいはい、今からちょっと、いきます。自然体をね。そうそう、そうですね、はい、一応、はい、大学生です。はい、大学4年ですよ。出てきました。大丈夫か、楽しそうじゃないか。いや、いいね、これいい写真だ。こういうその楽しい瞬間とか収められるのが旅行の醍醐味っていう。そうですね、楽しいことだから、うん、はい、できました。いきます。夜のチェキチェキです。いや、いいね。アコムの彼女目線いらんのよ。いらないな、ここは。すんごい顔してる。マジかって。マジか。バレたみたいな。浮気バレたみたいになってる。まあ、あいつね、思い出だったと。思い出だからね、こういうのも。はい。ちょっと待ってこうか。待ちましょうか。はい。はい。はい、今なんか、よろずから急に呼び出されまして、5分ぐらいかな、うん、あって、なんか呼び出されたんですけど、なんか分からんので、ちょっと一応あそこにいるんで、行こうかな。うん、ちょっと早いよ。早い。はい、これ開けていいの？どうした？落ちた。落ちた。え、違う、アコムだから落ちるとかない。いや、なんだ、バラコじゃないえ、落ちた。いや、いや、お、もう終わってるんだよ。もう切られてる。ちょっとイカ来てもらっていい？それは集合だな。うん、ちょ、ごめん、なんかわかんないけど、めっちゃ雨が情景描写すぎるって。めちゃめちゃ雨。小説か、お前。雨が降り出したら悲しい状況があるの。なんかまあ、その時にメールをお送りしてると思うんですけど、そう、ね、一応メール確認したんだけど、小さい結果のご連絡、この度アコムの申し込みいただき誠にありがとうございます。お、ありがとうございます。誠に恐縮ではございますが、審査の結果、ご希望に沿うことができませんでした。え、落ちてるやん、お前。欲しいな。そのあれだね、落ちない。俺ら30万もらってるし、お前条件一緒じゃん。欲しいな。いや、俺借金してんのに通って30万パチンカスでも通って。なんで、その中央大学に受かってアコム落ちることあんの？いや、そのせいか分かんないけど、俺のルイ・ヴィトンの靴がナイキになってる。分からんけど。え、お前のせい。お前落ちたせいか。そうだよね、ルイ・ヴィトンだったら16万だったよ。え、これも新庄描写に入ってる。いや、その紫じゃん、うん、さっき銀だったもん、もっと光ってて、今回は、ご縁がなかったということで。いや、まあ、楽しかった。でも、楽しかったのか。旅行としては楽しかった。いい、いい、なんだろう。これがアメコズですから。ぜひ小本さんから流れてきた方も、これ落ちるよっていうのがアメコズですから、記載手段やらせていただいているのでね、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。インスタグラムフォローもしていただけるとね、こいつが救われるから。雨も強くなってきたので、はい、次の動画で会いましょう。それでは次の動画でブルー。